アマチュア選手がプロ野球に足を踏み入れるために通る道がドラフト。その中でも毎年の注目選手はドラフト1位で指名され各球団に入団します。しかし過去には注目度や評価がそこまで高くないのにドラフト1位で指名された選手たちがいました。今回は謎のドラフト1位指名された選手をご紹介していきます。今回ご紹介した選手以外にもあなたが知っている謎のドラフト1位された選手がいましたらぜひコメント欄で教えてください。吉住遥人。吉住は2017年のドラフト1位でソフトバンクに入団した選手です。1位ではあるもののドラフト会議では様々なドラマがありました。2017年のドラフト注目選手は清宮幸太郎。7球団が競合した中にはソフトバンクも混ざっていました。しかしソフトバンクは清宮の抽選を外し、続く安田尚憲、馬場康介の抽選も外してしまいます。その結果1位で吉住を指名したのです。めったにない外れ外れ外れ1位での指名、そして入団が決まりました。この結果に最も驚いたと言われるのが吉住本人です。吉住は学校で記者会見の準備をして呼ばれる瞬間を待ってはいましたが、1位で名前を呼ばれても笑顔を見せるわけでもなくポカンと座っているだけでした。吉住は当時を振り返り、下位での指名はあるかなと思っていました。ただホークスの1位は誰だろうと普通の人と同じような気持ちで見ていただけでしたとコメントしています。吉住は最速151キロのストレートと多彩な変化球を武器にマウンドに上がっていましたが、甲子園で投げたのは高校2年生の時の1イニングのみ。高校3年生では地方大会で敗れたこともあり知名度は低かったのです。入寮時にも通常はドラフト1位の新人に対しては新聞テレビのほぼ全社が駆けつけますが、テレビカメラは福岡地上波6局中3局しかなく、新聞も一部のみ。吉住は静かなプロ野球人生のスタートとなっています。しかし吉住は注目度の低さに落胆はせず、ドラフトの日は驚くばかりでしたがだんだん1位なんだという自覚が芽生えてきています。清宮選手や安田選手が同じパリーグに入った、追い込んで一番自信のあるストレートで三振を奪いたいです、目標は千賀滉大さんですと意気込みました。ホークスの球団関係者もドラフト会場では手元の資料に基づいて上の方に名前のある選手から優先的に指名していきます。あの時点で吉住投手の名前は一番上にあった、だから迷いなく指名をしただけです。まだこれから大きく伸びると見込んでいます。持ち前の強い闘争心と強いストレートで打者をねじ伏せて、いずれはホークスのエースになってほしいと将来に期待を寄せています。しかしプロ入り後は成績を残せず3年間で1軍登板はなし。4年目のシーズン前に育成契約を打診された時は今は野球に対する気持ちが切れかかっている部分もあると現役引退を視野に入れていました。しかし育成出身で先輩の石川修太がかねてから親交のあるダルビッシュ有に連絡し、ダルビッシュが電話でドラフト1位がわずか3年で引退するのはもったいないんじゃないのと言われたことで現役続行を決意します。サイドスローに転向するなど挑戦しましたが2年間の育成選手期間を終え現役を引退しています。寺田龍平。寺田は2007年佐藤義則の抽選を外した楽天が外れ1位として指名しプロ入りしました。寺田は145キロのストレートを投げる実力もありながら、有名進学校で慶応大学の栄養入試を受験するつもりで準備していたほどの秀才です。甲子園出場はなかったものの微妙に動くストレートに将来性を感じた楽天が1位で指名しました。しかしプロ入りした寺田に待っていたのは過酷な現実。まず寺田が苦労したのはプロの上下関係でした。寺田は引退後に当時を振り返り、高校の野球部は先輩に思ったことを言い合える文化でしたが、プロはそうはいかない。高校よりも幅広い年代の選手がいて、悪気はなくても自分の態度が先輩に悪く捉えられたりする。高校時代とは違って上下関係にアジャストしなければいけなかったと語っています。続けてコーチには手を抜くなよと断るごとに言われました。それこそ倒れるまで本気で練習していたんですけど、コーチの目にはまだできるはずと映っていたのかもしれませんとも話しており、疲労が重なることで寺田は徐々に調子を崩していきました。中には2軍で30連勤となるほど練習していたといい、2年目には疲労から帯状疱疹も発症。満身創痍で投げ続けた寺田は完全に投球フォームを見失い、球速が130キロ台にまで落ち、ファームでも制球難で自滅する試合をたびたび経験します。寺田も当時を、
高校時代の良かったところのピッチングの感覚を失ってしまいました。最初はボールの指のかかりが悪いのかなと感じて修正しようとしたんですが、余計に崩れていくんです。悪循環でしたと振り返りました。3年目の夏にはコーチにサイドスロー転向を言われ、寺田は拒否できず、もうこれでダメなら仕方ないと割り切って練習しましたが、結果は残せず、4年目を終えたところで戦力外通告を受けてしまったのです。戦力外を受けた寺田でしたが、自分の中でやりきったという思いがあったので、トライアウトも受けずに引退を決断しました。野球以外の世界に興味があったのも現役にしがみつかなかった一因ですと話し、現役を引退します。全く活躍できなかった寺田の1位指名、未だにファンの間でも謎ドラフトとされています。寺田自身、ドラフト前は出身校と同じ北海道の日本ハムの地元枠でないと無理だと思っていたと感じていたほどです。一部のファンからは、指名時に調査選手リストを地名や高校コード順で並び替え、先頭に表示された北海道札幌市の札幌南高校に在籍していた寺田を誤って選んだとも言われました。こうした理論は寺田の名前からテラリュ理論と呼ばれています。その後、寺田は広告代理店を経て TBS に入社、年末特番のプロ野球戦力外通告を担当するなど、プロ野球経験者ならではの視点を活かせる仕事についています。吉野創士。吉野は2021年ドラフト1位で楽天に入団しました。この年のドラフトの目玉は4球団競合の隅田知博をはじめ、即戦力大学生が多くいると言われた年でした。その中で高校通算56本塁打ながら甲子園出場のない吉野のドラフト1位指名は異例の指名だったのです。しかし、埼玉県の昌平高校から初のドラフト指名となった吉野の目には大粒の涙が溜まっていました。監督も吉野が天を仰ぎながら泣いていました。その顔を見たら僕もね、親心ですねともらい泣きした。予想外のドラフトにスポーツ新聞は大騒ぎ。スポーツ日本は、楽天サプライズ連発ドラフト、知名度より即戦力より中長期視点との見出しをつけて報じました。ドラフト後、楽天の石井和久監督は、右打ちの外野手は最大の補強ポイントでもあり柱になれる打者、覚悟を決めて高校生を1位で指名した、中長期的にチームを支えられる選手が必要だとコメントしました。周囲の驚きの声をよそに、吉野は、思い切りの良いプレーを東北の皆さんに見せられるよう頑張りたいですと意気込んでいます。監督も、走攻守揃った選手ですので、いずれチームを代表するような、チームの顔となるような選手に育ってほしいと思っていますとエールを送りました。吉野は2022年のルーキーイヤーに2軍戦48試合に出場し、6月にはホームランを放っています。これまで1軍での出場はありませんが、地元や東北の期待に応えるために黙々と練習に取り組んでいます。サプライズドラフト1位の吉野の活躍が見られる日は来るのでしょうか。以上、謎のドラフト1位指名をご紹介していきました。様々な事情がありドラフト1位となった選手がいましたね。プロ野球に入ればドラフトの順位は関係ありませんが、やはりドラフト1位は特別な存在です。今年はどのような選手たちが1位指名を受けるのでしょうか。楽しみですね。今回ご紹介した選手以外にも、あなたが知っている謎のドラフト1位された選手がいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。